検診お願いします。中飛車っていうのもなかなかやらしいですよね。こういう風にさ、中飛車で銀を繰り出して、とりあえず守りを固めたんですけど、まあ向かい飛車。向かい飛車。この8四歩と一体何なんだ。この手は、ああ、飛車に戻る。はあ。相手の得意戦法は構え仕立ち戦法ということなんですが、これが構え仕立ち戦法なのか。で、構えたちってそもそも何でしょうかね。妖怪でしょうかね。2分30秒。これは一回先受けして、で、こう、あ、そうか。まあ、でも、こうついちゃって、歩がつけば、あ、で、ここで取り込むと。でも、17歩っていう手がある。でも、同桂がありますね。これ、同桂だと、桂馬交換すると、ふんどしされちゃうのか。まあ、一回、ふんどしを消して、でも1四香と走ってきたらそこで歩を止めてしまえば、まあ、これで、まあ、一目受かってるんですけど、ただやっぱり相手は奇襲が得意でしょうから、なんかつけ込んできそうですよね。つけ物じゃなくて、そのほらほら何か企んで、まあ、でもこれ香座もらいますよ。で銀で取りますか。いや、まあ銀で取るか。7、あ、違ったか。これがまたやらしいんですよね。取る？でも逃げると歩を垂らす。逃げる手もあるか。まあここは穏便にね、穏便に穏便に、ここで一回こう止めちゃって。もうこれ取るでしょうね。で3、あーは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 ー、そこでですね、こういう風にやるといかがでしょう。いや、どうなんだろう。こういう風にこうか。あー、でもそっか、3六香は3四歩同歩3五、あ、それでもいいか。まあ、ちょっとわからない。とりあえずこうするか。どういうことかというと、どっかで3八飛車と展開する手をちょっと視野に入れてみようかなみたいな、そういうことなんですけど、これはでも取りますね。30秒。同桂なりは同金ですか。時間がここで負けているとまずい。これ取ります、取ります。これは引きます。あそこで1号飛車か。ああ、違った、違った、違った。ああ、とりあえず受ける。とりあえず。次に17強と走りたい。ああ、ちょ。まあ、やがって。まあ、こういう風にさ、策略巡らすんですよね。力戦党というのは。さあ、3号飛車には2六銀で受かる。これで受かるんじゃないか。さあ、飛車さようなら。はい、さようなら。はい、さようなら。はい、退却してください。そんな簡単に3人飛車とか、おお、ほらほらほら、そういうことやるんですよね。どう、どうですかね。これは、逃げるかな。とりあえずね、この、おっと、その手は取っちゃいたいな。取り込まれてもどう、1分、取っちゃうか。まあ香車とか打ってくるんでしょうけど、あでもうるさいな。あ香車か。うーん、あーこれうるさいな、この攻め。うるさいですよこれ。同銀同角取る、いや受けるか。いやうるさいなこれ。6七金でしょ、どうせ分かってんですよ。
あ、違った。桂馬とか打ってきたらいいかな。桂馬とか。この角をね、なんとかしたいんですよね。ああ、はいはいはい。まあ、飛車とか打って。うん。あ、でもあんまりいい手じゃないか、この手は。まあ、強者で。あれ、わからん。あ、わからん。ちょっとなんか変な感じ。おっと、おっと。おっしゃ。相手がちょっと焦ってくれてます。でも自分の方が焦らざるを得ないな、これ。逃げて。え、やばい、時間が。あ、おっしょ。え、20秒。あ、やばいな、これ。おりゃ。無口になっちゃいますよ、本当に。あーっ、ええ10秒。わからん。あー、これではな。え、あー、もう嫌になっちゃう。これ何これ、大手かけられるじゃねえかよ、もう。え、時間切れ。あ、もう何やってんのかな、本当。何やってんだろう、もう嫌になっちゃうな、これ。力戦闘っていうのは将棋坊主3分切れ負けでは強いですよね。だってさ、自分のペースに持ち込めるっていうかさ、相手に考えさせられるっていうかさ、その、え、この手はどういう、どうな、どうしたらいいんだろうってさ、考えてるうちに時間切れになっちゃいますもんね。やっぱりさ、三間飛車みたいなさ、平凡な戦法をやってたらさ、普通の将棋だったらいいですけど、3分切れ負けではもっと力戦的な、その変な指し方をしていかないとダメですね。やっぱり変なことをした方がいいんですよ。というわけで今日のニュースに行きたいと思うんですけども、2017年4月なんですが、最近国会で議論されている共謀罪に関することなんですが、共謀罪の法案について朝日新聞はかなり懸念を示す記事を、まあ、毎日のように書いてるんですが、国会では共謀罪について政府が限定したと強調する、罪に問われる要件や対象の線引きをめぐる質問が相次いだ。民進党の山尾氏は、政府が絞り込んだという対象犯罪について保安林でのキノコの違法採取といった森林法違反が共謀罪に問われるのに、海の幸の違法採取はなぜ入っていないのかと質問。墓荒らしや無許可でのゴミ収集業が対象犯罪に含まれていることに、それを取り締まることでテロを予防できるのかと指摘した、うん、法務省の林誠局長は、組織的犯罪集団が現実に行う可能性のある犯罪を選んだと説明したが、対象犯罪とテロ犯罪との関係を示す明確な基準は示さなかった。また全国展開する音楽教室で著作権料を支払わずに楽譜を使って演奏し、著作権法違反になれば普通の団体も組織的犯罪集団に当たるのではないかと正したのは民進党の枝野氏だ。対象犯罪が広すぎることに加え、一般人は対象にならないという政府の説明に疑問を投げかけた。それらの疑問に対して、著作権違反を行うために結合しているとは到底認められないと共謀罪の成立を否定。しかしその一方で、法案の要件を満たせばテロリズム集団以外でも組織的犯罪集団と認められると述べ、集団が共謀罪の対象に当たるかは集団が結成された目的に着目して捜査機関が個別に判断するとの考えを示した。ってことはさ、簡単に言っちゃえば、この共謀罪の法案が通ってしまえば、捜査機関が勝手に、あ、こいつらは
犯罪集団ではないかって疑えばそれでもう捜査対象になる、立ち入り検査だ、職務質問、職務質問のほうじゃ済まないですよね、あの立ち入り調査だ、潜入捜査だ、盗聴しよう、そして電話を、電話内容を密かに傍受しようとか、そんなこともできちゃうってことですよね。この共謀罪の問題点は、今までは何か犯罪行為があったから事件として警察が捜査して、あ、あなた犯人じゃないのって言うんで逮捕して、でちゃんとその有罪の証拠が揃えば裁判で有罪になって刑務所行きっていう、まあ犯罪行為が行われたか行われてないか、その犯罪行為を行ったのはこいつなのかそれとも違うのかっていうふうに、その明確な線引きがあるじゃないですか。本当にこいつが悪いことをやったのかっていうことが白か黒かって問われますよね。だけど共謀罪っていうのが通ってしまうと、こいつが犯罪行為をしたかしてないかっていうのは問題ではなくなっちゃうんですよね。そこは線引きの場所じゃなくなって、こいつが犯罪行為を企てていたのかいてないのかっていう非常に曖昧な線引きで取り締まりが行われるというねことになっちゃうじゃないですか。でさ、テロを防止するためだって言うんだけど、でもここでこの国会で議論されてる話で言うと、キノコを採取しただけでその共謀罪に問われる可能性があるっていうんですよね。でそもそも保安林でのキノコの採取は森林法違反になる、じゃあ森林法違反ということで捜査すればいいじゃないですか。なんでそれが共謀罪になるのかね。なんで共謀罪になるかっていうと、組織的犯罪集団が現実に行う可能性のある犯罪を選んだ。あのさ、組織的犯罪集団っていうのはテロリストとか殺人を行う集団のことを指してるんだと思いますけど、そうやってさ、人を殺すようなやつっていうのは悪いことだったら何でもやりそうですよね。だってそれこそスーパーで万引きだやるだろうし、詐欺だってやるだろうし、覚醒剤だってやるだろうし、何でもやりますよね。いや、もちろん覚醒剤の売買とか万引きとかもちろん犯罪ですよ。覚醒剤売買すればその覚醒剤取締法違反ってことで捕まえればいいわけなんですけど、でもさ、共謀罪が通ることによって、別に自分は殺人企てていなくてとしなかったとしても、ああもう貧乏だよな、うん、貧乏でお金ないよな、もうなんか近所の声優にでも行ってパクっちゃおうかなんてことを話してね、計画しただけで、おっこの人物要注意って言って共謀罪の捜査の対象になる可能性もあるわけですよね。だって国会でそのなんとかなんとか責任者がおっしゃってるように、集団が共謀罪の対象に当たるかは捜査機関が個別に判断するって言ってるんだから、別に今現在こいつが殺人を犯してなくても、万引きしていなかったとしても、覚醒剤の売買なんかしてなかったとしても、なんかもうお金ねえから、もう覚醒剤にでも手出すかみたいな話し合いをしてたと、警察が判断すれば、それだけでも捜査の対象になるってことですよね。すごいですね、なんでもさ、ちょっぴけちゃいますね、そしたらね。だからさ、私が冗談半分に、あ、なんか最近、なんか毎日つまんないな、なんか何にも面白いことないし、毎日将棋動画作ったってしょうがないし、歩行動画もマンネリだしねえ、飛車角銀桂とか言ったってさ、だからちょっとさ、あの競馬場に行って馬でも一頭かっぱらってくるか、かっぱらってその馬に乗ってねえ、馬に乗って馬に乗って高速道路でも走ってみるかとさ、あるいはあの銀座の歩行者天国に馬でね突入してみるかとかね、まあ冗談ですよ、冗談だけどそういうこと話したとするじゃないですか。あ、歩き人は動画の中で銀座での通り魔を予告してる、これは共謀、視聴者の皆さんと共謀して通り魔行為を企てている、これは捜査しなければならない家宅捜査だ、潜入捜査だっていうか、コンピューターウイルスを侵入させて、歩き人という活動について捜査しろとかね、まあ絶対ありえないとは限らないですよね。
つまりテロを防ぐっていう口実でお前がやろうとしていることはテロリスト集団が現実的に行う可能性のある行為と似ているから捜査する、家宅捜索する、そして電話を盗聴するってことができちゃうってことじゃないですか。これどうなんですかね。もう完全なるさ、疑わしきは罰するっていう社会になっていくってことなんじゃないですかね。そして疑わしきを罰するわけだから、僕は普通の人なんです、僕は何も変なことしないんです、もちろん悪いこともしないし悪いことも考えないし悪そうな人とも付き合わないし、あの本当はいい人だけど見た目が悪そうな人とも付き合わないし、僕はあの見た目もいい人だし、もうあのねえ、その打たれる杭のようなそんな伸びていく杭でもないし、もう普通の人なんです、普通の人なんです、もう僕はもうみんなと同じで、みんなと同じ横並びの、もうみんなと同じなんです、みんな狂信者なんです、だからあの普通の人なんですみたいなね、ちょっとでも変わったこと言ったら目をつけられるっていう、そういう意識が日本中に蔓延して萎縮していきますよね、間違いなく。でもさ、そんな話をするとまあ、こんな風に反論する人がいると思うんですよ。そもそも保安林でキノコを違法採取することは森林法違反なんだから、それは捕まって当然じゃない。で、万引きだって窃盗罪なんだから捕まって当然だし、今度はちょっと声優でなんか大根でもかっぱらうかって発言すること自体もダメでしょ。そんなこと言っちゃう、僕は悪いことします、犯罪行為を犯しますって言うのもやっぱりいいことではないですよね。だからそんなこと言わなきゃいいじゃん。あるいは競馬場で将棋の桂馬にも飽きたから馬でもかっぱらって銀座の街でも走ってみるかなんて話をしたら、ちょっとこれから銀座に買い物行こうかなっていう人がさ、怖くなって銀座に行けなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。もし今日銀座に買い物に行ったらなんか馬が突っ込んできてね、通り魔殺人みたいなことがまた起こるかもしれないなんて、そんな風に恐れを抱くかもしれないから、やっぱりさ、銀座の街に馬で突っ込みますなんて話をすること自体悪いことなんじゃないの。まあ今私が話したのは冗談ではなくて例を挙げただけですから、冗談というレベルでもないですよ。例えばそういう話をしたらっていう話をしてるだけなんでね。でもさ、例えばそういう話をしたらっていうのと冗談半分に言うっていうのと、今度本当にやっちゃおうかなっていう話をするのって、これ線引き曖昧だと思いません？共謀罪っていうのは線引き曖昧であっても、捜査機関がこいつは悪いことを企ててるに違いないって考えればそれで捜査が始まるわけなんだから、いや僕は冗談半分に言ったんです、いやいや冗談でもなくてそういう話をするだけでも取り締まられるようになっちゃったら怖いねって話をしたんですなんて言い訳したってさ、通用しないわけですよ。そしたらもうさ、もう滅多なことはもう口に出さない方が安全です、もう口は災いのもとですから、もう言わないようにしましょう、何も口を封じてさ、口に絆創膏を貼ってさ、ねえ将棋の話だけしとけば安全じゃないですか、わざわざ政治に口出してさ、ああだこうださ話せばさ、そのああだこうだ話した内容のさ一部分だけを捜査機関に突っ込まれて、あこれは共謀しているってみなされてもおかしくないっていう、そういうことが起こり得ますよね、うん、まあ共謀っていうのは一人で何か犯罪企むわけじゃなくて、まあ二人以上でその結託して何かを企むっていう意味だと思うんですけど、でもそんなの解釈の仕様でさ、視聴者の皆さんと共謀してるっていう解釈だってできなくはないじゃないですか。私が動画作りました、そしたら視聴者の方がいや素晴らしいって拍手のようなコメント出したら、はい共謀してます、はい共謀罪の恐れありってさ、なりかねないですよね。だから皆さんにちょっと警告しておきますけど、私のこの動画を見た瞬間にあなたは共謀罪に問われる可能性が将来にわたって、つきまといます。そしてさらにコメントをしてしまうと、特にあのパチパチって拍手するようなコメントをつけると、私と結託して何か、企んでるのではないかとね、捜査機関に目をつけられてくる可能性がまあわずかながらでも生じますので、その辺のところご了承の上コメントあるいはご視聴のほどよろしくお願いしますね。そんな事態来てほしくないですけど、うん、あとそれからさ、いや確かに共謀罪って危ない法案って言われるけど、
でもさ、危ない法案って言われるような法案って今までいくつも通ってきてるじゃない。例えば秘密保護法案とか、あるいは法案じゃないけども政府の集団的自衛権の行使容認とか、いろいろとして反対反対なんとか法案反対なんとか反対って国会でデモが行われるような、そんなね、そういうことをさ押し通してきたけど、別に私たちの生活何か萎縮してないじゃないって思うかもしれない。でもさ、急に萎縮するなんてことはありえないですよ。徐々に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 狭まっていくというのが当たり前じゃないですか。いきなりさ国民生活が窮屈になるなんてさ、そんなことやったら俺たちの生活が侵されたってバレちゃうんですもん。バレないようにちょっとずつちょっとずつちょっとずつ相手のお金をねむしり取るかのように、その羊の毛をむしり取るかのようにちょっとずつちょっとずつちょっとずつ毛をむしっていって、あ、気づいた時には丸裸ってなるに決まってるじゃないですかね。えで、事実さ、ろくでなし子さんが逮捕されて有罪になった事件がありますよね。ろくでなし子さんっていうのは芸術家で、なんかちょっと変わった芸術作品、なんか自分の性器をモチーフにしたなんかアート作品を作ったっていうのが、わいせつなんちゃらかんちゃら罪に問われて裁判で一部有罪になったんですよ、うん。でもそのろくでなし子さんが作っていたものって本当にわいせつなの？わいせつじゃないよねっていう、そういう意見は多くて、要するに変なことするやつがいたから捕まっちゃった、変なことするやつは罪に問うっていう、そういう社会なんじゃないかっていう、そういう疑問が湧きますよね。あとそれからノエル君の事件もそうですよね。浅草寺でドローン飛ばすなんて一言も言ってないのに、明日浅草で祭りがあるらしいんですよ、だから行きますよ明日浅草にって言っただけで、浅草寺でドローン飛ばして三社祭りを妨害するっていう風に勝手に、もう自分勝手な解釈によって逮捕された、で拘留されて、まあ生放送とか動画の活動がまあ妨害されましたよね、うん。あれだってさ、確かに長野の善光寺でドローンを落としてしまったという、そういう事故を起こしてるからドローン飛ばすことに慎重にならなきゃいけないのはそれはそうでしょうけど、でもドローン飛ばすとは一言も言ってないのに浅草に行くっていう発言だけで逮捕されたんですからね。あれおかしいですよね、どう考えてもね。要するに変なことするやつは捕まえちゃうぞっていうことなんじゃないですかね。え、変なやつは逮捕する、ね、ちょっと出た杭は叩いちゃうぞっていう、そういうことなんじゃないですかね。そんな状況だったらさ、2020年に東京オリンピックありますよね。東京オリンピックが行われる前に警視庁では、東京オリンピックにおけるテロを防止するため、周辺の警戒強化、そして、防犯に努めるよう一度よろしくお願いします、はっって感じでさ、もう東京中をさ練り歩いてさ、もう目を光らせますよね。その時に私が歩行動画を撮影しました。あ、こいつ東京オリンピックの会場付近を撮影してテロを起こすための下見をしてるんじゃないか、この動画の映像をもとにテロを起こすのに最適な場所をなんか仲間に伝えようとしてるのではないかなんて言ってさ、捜査が始まっちゃうっていう可能性もなくはないですよね。そういう窮屈な社会になった時に人々はどう考えるのか、多くの人はどういうふうに対処するかっていうと、まあ普通にしてれば問題ないよ、普通に暮らしてればまともな人はそんな警察に目つけられたりしないよ、普通にしてれば普通にしてれば普通にしてれば何も問題ないよっていうふうにね、要するに自分の性器を使ったさ芸術作品なんて、そんなことするやつは普通じゃないよね、あるいはお祭りの時にドローン飛ばそうとする人なんて普通じゃないよね、あるいはお祭りの時に生放送をしに行くなんてそんなのは普通の人じゃないよね、将棋動画って言いながらなんか政治ネタ挟んでくる人なんて普通じゃないよね、でそんな動画を見る人なんて普通じゃないよね、そうやって普通じゃないことやってるから警察に目つけられちゃうんだよね、普通じゃない動画作ってるから疑われちゃうんだよ、疑われる動画作っちゃダメだよ、そして疑われるような動画を見ちゃダメ、疑われるような動画にコメントするなんてもってのほかですよね。え、歩き人のなんちゃらシリーズとかそういう動画を見るってこと自体が普
通じゃないんだから、ね、皆さんこの動画をご覧になっている視聴者の皆さん普通じゃないですよ、非常識ですよ、はっきり言いますけど、ね、将棋動画を作ってる人は他にもいるじゃないですか、クロノさんとかアゲアゲさんとか孫さんとか、彼らの方がずっと安全じゃないですか、普通じゃないですか、ね、将棋の動画を見たいんだったらクロノさんの動画の方がずっとためになるし、孫さんの動画の方がずっと心癒されるだろうし、アゲアゲさんの動画見てた方がずっとさ気力向上につながります、つながるじゃないですか。アルキビトの将棋坊主シリーズを見たら将棋は上手くならないし、共謀罪の疑いがかけられちゃう可能性もあるし、変な人って思われちゃうし、非常識だと私がそもそも認定してるし、いいことなんて何もないですよ、言っときますけど将棋の動画見たいんだったらクロノさんの方絶対おすすめですけどね、うん、てな風にさ、普通じゃないことはダメなことなんだ、普通じゃなきゃいけないんだ、みんなと同じにしとかないと危ないんだ、疑われることは良くないんだ、疑われるのが良くないんだ、普通でいよう、普通でいよう、みんなと同じでいようっていうさ、そういう国にしたいんですかね、共謀罪を推進してる人たちっていうのは。ただ最後に一つ言っておきますけれども、私には強みがあるんですよ、それは会社員でもないし公務員でもないってことなんです。つまりね、例えばなんとか会社に勤めてる会社員だったら別に逮捕されなくても職務質問されてるところを取引先の会社の人に見られるってだけでも悪評が立つ可能性ありますよね。あるいは何にも悪いことしなくても警察に任意で聴取を受けたっていう話が伝わるだけで悪評が広まってしまうから余計に萎縮するわけですよね。あの人ってなんか自分の思想心情を話す動画作ってる変な人らしいよ、あの会社のあいつには近寄るなって言ってさ、上司から君なんかプライベートでアルキビトの将棋動画将棋ウォーズシリーズを見てるらしいじゃないか、ああいう人と付き合ってはいかんぞ、うちの会社の名誉というか評判にも関わるからな、アルキビト将棋ウォーズのシリーズにコメントまでしてるそうじゃないか、いかんぞ、そんなことやったら悪評が立ってしまうからやめなさいって言われてしまう、まあ、公務員とか会社員ってそういうふうにさ余計なさその気遣いをさ強いられることあるじゃないですか。私はそういうことないんで、もう評判とか世間体みたいなそういうのを人質に取られてないんですよ。だから変なことし放題なんですね。いやもちろん悪いことはしないですよ、犯罪行為もしないし殺人を企てることもしないし、銀座で通り魔殺人をしよっかなんて冗談でも言う気はないけれども、でも変なことだったらどんどんやりたい放題ですからまあこれは黙祷にも通じる話でしょうかね。2011年3月11日の大震災から5年が経ちました、皆さんで、1分間の黙祷を捧げたいと思います。黙祷チーン。そうさ、黙祷したってそんなの何にもならないしアホらしいっていうのはさ分かってはいるんだけど、でもさ黙祷なんてアホらしいぜっていう話を東京電力の社員が口が裂けても言えないじゃないですか。東京電力の社員が黙祷なんてしたって何にもならないよね、黙祷なんかする暇あったらちゃんと仕事した方がためになるよねなんて話をしたってことが誰かにバレたらさ、東京電力はやっぱりけしからん会社だっていう評判が立ってしまうから君黙祷のポーズを取りたまえっていうそういう圧力でしょやっぱりさ、そういう風に組織でがんじがらめに絡みつかれちゃってる人っていうのは自分の言いたいことが言えないんですよね。自分の家族とか自分の近所の人とか、てか自分の組織ですよね。自分の組織というその世間体でさ縛られちゃってるから、だからこそ自分のような組織に何のしがらにもない人がちゃんと自分の意見を言うってことが大事だと思うんですよ、うん、何にも質に取られてるものがないから自分の言いたいことが好き勝手に言えるんですよね、うん、その結果として動画を見てる視聴者の方が、あ、この人アルキビトの動画を見てるから要注意って思われたとしても、知ったことじゃないですよ、そんなことは。世間体をビリビリに破って地面にバンと投げつけてワンアンアンって踏みつけるっていうのは、近所の人の目を気にしないよとかね、親戚たちの評判なんか気にしないよとか、そういうことじゃなくて自分を味方してくれてる人が
自分の動画を見てることによって不利益を被ったとしても知らん顔をする。そんなこと知りませんよ、僕は知りませんよ、知ったこっちゃありませんよっていうふうに突き放すってことだからね、うん、だからそういう態度が気に入らないんであれば今すぐこの動画を見るのはやめてください、チャンネル登録も解除してください、他の動画に行ってくださいっていうことね。黒野さんや孫さんやアゲアゲさんの方がずっと将棋も強くなるし役に立つ動画ですから、そちらに引っ越しされることをお勧めしますっていうね、そういうことですよ、うん、まあちょっと長くなりましたけど、長くなりましたね、ありがとうございました。